どうもなおちんです。本日もマイクラダンジョンズやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日イベントクエスト来てます。初めての装備っぽいんだよね。もう全部入手したかと思いきや、痛いごめん。まだ入手してない場所がね、あったんだよね。ちょっとどんなやつが出るか楽しみです。あ、ちなみにパーティーで来ております。はい、もうなんだろうね、本当に俺がインするとすぐにいろんな人が入ってきてくれて、嬉しい限りです。撮影をねしてない時以外は、大体大丈夫ですので、どんどん入ってきてください。お願いします。で、まだ、フレンドコードがね、入力してないよっていう人はコメントに、自分のコードを残してください。よろしくお願いします。じゃあ行くよ。今回パーティーの人は、まあ、カバンビルドだね。結構カバンの人もね、多いよね。うん。あ、いや、もうほとんどがもうカバンばっかりかな。たまに違う人もいるんだけど。ちょっとね、あ、これちょっとやばいやつだ。やばいやつらだぞ。ちょっとなんか無謀ビルドっていうのをね、ちょっと作ってみたいなーって思うんだよね。あれ結構いいらしいもんね。なんで、それとか、あと他にもね、カバンビルドの無限ポーションの構成とか、そういうやつ。もういろんなやつをね、作りたいんだけどね。なかなかやっぱり、出ない。本当に。もうね、完璧なやつを求めてしまうと、本当にね、全くダメだもんね。全くダメ。なんで、ある程度、やっぱ妥協案を残して、厳選していかないとね。でもね、やっぱ、妥協したくないのよ。すっごいのがやっぱ欲しいの。出ないけどね。そう簡単には出はしないんだけど。あー、落ちちゃった。惜しい。すごい、もう毎日のように、探し回ってます。あ、で、ここもシークレット知らないかな。どうなんだろうな。知ってたらね、なんかちょっと取ってほしいところなんだけども、まあ一応シークレットは、あ、出ない。今回ないね。あそこにはな、もう隠れてないっぽいです。そういう時もあるんだね。ちょっと待って、これ矢が足りないと思う。大丈夫。よし。あー、矢が出なかった。まあまあまあ、37本あれば、多分、いけるんで、大丈夫でしょう。まさかの最初からのナイトモード。そんなにね、問題はないよ。二人で行けば。よし。OK。じゃあ、いいっすか？クリアするよ。じゃあ、なんだろうね。アーティファクトかな？一年前のアーティファクトは、カボチャだったのよね。カボチャ。壊れたビーコンの、カボチャの形してるやつ。あれ可愛くてね、結構使ってたんだけども、今回のはなんだろう。多分ね、アーティファクト。で、見た目がなんかね、幽霊マントっぽかったんだよな。影が。見てみましょう。なんだ？あ、もう一個弓があんの？あ、そうなの？あ、弓が出た。大きなダメージ、待て、1、10、100、1000も。めちゃくちゃダメージあるな。大きなダメージ。大きなダメージはさ、なんだったっけ？なんかあったよね。守護者か？守護者あたりがなんかそれっぽかった気がするけど、あれ俺守護者持ってないっけ。あ、もう、使っちゃったか。多分それだと思うんだけどね。力の弓？力の弓だった。力の弓か。
あー、弾数がね、あれは少ないんだな。で、エンチャントはまあ、使えないんで、まあよかったけども。まあ、これも、ちょっと、31日までね、入手し放題なんで、ある程度、見ていってもいいかもしれないですね。ゲットしていって。またこれも取ってない取ってないのがあるぞ。あ、そうなんだ。まあまあ、それもね、ちょっと今度、撮ってみようと思います。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。